これからアイビスペインと得たより動画塾を始めます。今回は投げ縄ツールの機能を使って筆のかすれ技法を行います。今日は楽楽しいの楽を描きたいと思います。それでは起動させます。ホーム画面のアイビスペイントのアイコンをタップして起動させます。続いてマイギャラリーをタップして新規描画画面を出します。続いて右上のプラスをタップして SD サイズ 1024×768 を選択タップして新規描画画面を作成されました。それでは設定を行います。まず投げ縄ツールで描く前に下書きを書いてから描いた方が投げ縄ツールを使いやすいので、まずそれを設定します。右からツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップしてレイヤーを7枚ほど追加しておきます。ツールバー上のプラスボタンをタップして7枚ほど追加します。そして7のレイヤーを選択タップして閉じます。続いてブラシ選択をしますので、ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして上から4番目のブラシを選択して閉じます。続いてブラシの選択ですが、ツールバー左から2番目のブラシ選択ボタンをタップして G ペンハードを選択タップして閉じます。カラーは黒になっておればいいんですが、なってない場合はカラー選択ボタンをタップして黒を選択して閉じます。ツールバー上の左側はブラシの太さですので、タップして押さえたままドラッグ、右へ行けば太くなります、左へ行けば細くなりますので調整してみてください。右側のスライダーは濃さですので一番右に置いてください。それでは下絵を描いてみます。このようにして
文字も楽しくなるような感じで、描いていただくといいと思います。